昨年5月8日、ブエノスワイレスのラボカ地区に生まれる。イタリア移民3世であり、先住民のマプーチェの地も受け継いでいる。9歳から学校に通わず、働き出した。若い頃に、無政府主義系の労働組合運動に参加したりしていた。オルフェオン・ロスデル・フトゥーロ楽団を結成して、音楽活動にも精を出す。24歳の時に、音楽学校に通い、 バイオリンと音楽理論を学ぶ。その一方で、タンゴの曲、グアイマジェンを作曲した。1932年に、ラオルケスタポルテーニャ楽団を結成した。この楽団は、タンゴ以外の曲も演奏していた。1933年に、アルゼンチン最初の音声入り映画、タンゴ、に登場。1964年に死去した。ちなみに、 フアンデディオス・フィリベルト作曲の単位後、神ニートは、現在に至るまで、いろいろな楽団によって演奏され、日本では1961年度と1962年度の NHK 紅白歌合戦歌唱曲になった。五木博之の小説、遥かなる神ニートには、登場人物の女性が、フィリベルトの人生について語る部分がある。ありがとうございます。